おはよう、そうちゃん。おはようございます。何してるんですかね、母ちゃん。そうすけは、そうちゃん刺身食べてるから、刺身見て。お刺身見ないですか。じーっと見てるんですかね。携帯忘れてね、下に取りに行ったんだけどね、ずっとねこんな風にいてくれんで助かっちゃうね、うん、普通はね、その瞬間を撮んなきゃいけないんだけどね、動物とかはね。それで結構苦労するんだけどね、そうちゃんの場合ね、まあ都合ね10分や20分こんな格好してくれてるのね、楽ちんですよ。そうちゃん最近八百屋さん好きなの？聞こえません？そうちゃん最近八百屋さん好きなの？そうすけくん、そうすけくん、聞こえない。中根さん、朝1年から八百屋さん行ってんのか。八百屋さん何もないもん。ねえ。お肉屋さんと魚屋さん。お肉屋さんと魚屋さん。あ、だって八百屋さんとお肉屋さんくっついてもんね。なんか来た。なんか来たぞって。お肉？お肉じゃ動かないなぁって。刺身って。あ、刺身は動く。刺身、刺身。これこっち、こっち、こっち、こっち。刺身って。あら、取れない。めんどくさいなって。ついでやりごと食べましょうって。ちょっとお刺身近くなってきましたね。だいぶ近くなってくると思って。こそ、こそ。お刺身好きだね。うん。あ、珍しい。え、全部食べていいの？いや、全部食べな、うん、よかったね、そうすけ、よかったね。よし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 。起きてますか、そうちゃん。起きてますか。あれ、ばばちゃん、ここのとこ頑張ってさ、12キロ痩せたよ、ちゃん。ばば、12キロ痩せたんだって。そうちゃん、大変だね。しっかり食べてて12キロだよ。すごいよ。運動してないから、これ以上痩せられないよ。できないな、お前ら。初見にはわからないな。お刺身の話ならわかるけど。お刺身の話はわかるけど。今日お刺身の話しかわかんないね。父ちゃんは生き食べること、寝ること、あとはありません。そう、生き食べることと寝ることだけ。あとはありません。うん、下降りちゃうね。バイバイ。またね。またねー。